ゼニタ平タヘ取り物控え。野村古道。氷炭供養。一。ああ、八じゃねえか。朝からてめえを探していたぜ。路地の足音を聞くと、ゼニタ平タは家の中からこう声をかけました。へえ。 八五郎にはげえねえが、どうして足とわかったんで仮住まいの門口に立ったガラッパチの八五郎は、慌てて野草を抜くと、うさんな鼻のあたりをブルンと撫で回すのでした。足がかりは長えやな。ばったりばったり、ろれの回らねえような足取りで歩くのは、江戸中探したって八五郎の他にはねえ。 平次は春の日だまりに戸惑を巻きながら、相変わらず気楽なことを言っているのです。へっ、呆れたもんだ。俺の方でも呆れているよ。その足音の聞こえるのを、後半日待っていたんだ。用事っていうのは何ですかい親分。それが少し変わっているんだ。てめえ、昨日氷炭供養に行ったっけな。 言ってみましたよ。筆供養や針供養はちょくちょくあるが、氷坦供養っていうのは江戸開封以来だ。あれを見ておかねえと話の種にならねえ。どんなことをやったんだ一通り話してくれ。少し変なことがあるんだが、氷坦供養の因縁がわからなきゃ見当がつかねえ。平次はキセルを伸ばして、腹ばいになったまま一服つけました。 紫の煙が春の光の中にゆらゆらと流れると、どこかの海運椅子の声がびっくりするほど近々と聞こえます。のどかな2月の昼下がり。因縁もヘチマもありゃしません。寺島に住んでいる物持ちの左兵。氷氷祭とか何とか言って雑敗の一つもひねる親父で、この男が 長い間の大酒で体をいけなくし、ふっつり不動様に酒を断ったについては、今まで物好きで集めた氷炭が三十六大きいのも小さいのも、いいのも悪いのもあるが、持っているとつい酒を入れてみたくなるし、人様に差し上げても、酒を入れるより他に用事のない品だから、思い切って向こう島土手に埋めて、不要塔を建てようという思考で。 なるほど。少し変わっているな。36の氷塊を自分の手で穴に埋め、その上に氷塊塚と掘った石を追ったて、坊主が3人に、お客が50人ばかり、引導を渡してありがたいお経を読んでもらって、それから平石へ行って人騒ぎの上、桜餅を土産に帰ってきただけのことで、何の変哲もありゃしません。ところが、 変哲なことになったんだ。その表彰祭が夕べ死んだとしたらどんなもんだえガラッパチもさすがに肝を潰しました。早耳が何より自慢の自分が少しまぬけにされたのはいいとしても、昨日あんなに元気で、百までも生きるようなことを言っていた表彰祭がその晩死のうとは、全く夢にも思わなかったのです。 命が惜しくて酒をよした人間が、その晩死ぬなんざ、少し皮肉すぎやしませんか親分。届け出は頓死だが、あのあたりは石原のリスケア兄の縄張り打ちだ。昼頃、変な小僧が手紙を持ってきたんだそうで、お品さんが持ってきて見せてくれたよ。手紙にはどんなことが書いてありました親分。恐ろしく下手な字で、ヒョウヒョウサイが死んだのは、 病気や過ちじゃねえ。人に殺されたに違いないから、お神の手で調べてくれ、とこういう文句だ。ええ。一応、石原の子分をやることにして、お品さんは消ったが、ふと思い出したのは、二三日目、てめえが話していた、氷炭供養のことだ。どうかしたら、八五郎のことだから、物好きに行ってみたかもしれないと、てめえの来るのを心待ちに待っていたのさ。 物好きもまんざら無駄じゃなかったわけで。<laughs> その気でせいぜい間抜けなものは見て歩くがいい。平次はカラカラと笑います。順風寺ガラッパチの、産むことを知らぬ良奇癖が、飛んだところで飛んだ役に立つことは、随分これまでもない例ではなかったのでした。おや、お客様ですよ、親分。 ガラッパチは聞き耳を立てました。お品さんらしいな。こいつは面白くなってきたかもしれないよ。標坦供養は少し変わりすぎていると思ったが、やはり変なことになった様子だ。お品さんが自分で来るようじゃ本物だ。二。 平次とガラッパチが寺島まで飛んで行ったのは、その日も暮れ近い頃。石原のリスケの子分たちが、おかかり同心とやってきて、剣士もちょうど済んだばかりというところでした。ひょうひょう祭というのは、元横山町で手広く金物問屋をしていた家の主で、金にもおしゃばっけにも不足のない男でしたが、 たった一人のせがれ、佐太郎が、素性の良くない女と一緒になり、それがきっかけで勝負ごとに手を出し、果ては金看板の役ザ者になり下がってからは、潔くキュウリ切って感動し、自分も飽きないが嫌になったものか。横山町の棚は人に譲って、その新相を、辞書と仮作と、おびただしい現金に変え、 寺島村の寮に引っ込んで、雑敗三昧の気楽な老後を送っていたのでした。一緒に住んでいるのは、横山町の棚の支配をしていた、老いの駒三郎という五十二歳の男と、中年物の,の下女、おたき。その亭主で下男をしている元助の三人だけ。他にひょうひょう祭の友達で、 下手な雑敗をたしなむ、梅雨のや小吉という中老人。これは野太鼓のような男ですが、筆跡がいいので、表彰祭に情報がられ、方々の剣句の代筆などをして、毎日のように入り浸っておりました。変死人を病死の体にした駒三郎と元助夫婦は、散々の小言を送った上、 責任者の駒三郎は番所に惹かれ、家の方は友達いに梅野のや小吉が元助夫婦を指図して、どうやらこうやら仏様の格好をつけておりました。大変だね、総称。ああ、銭型の親分。氷氷祭もとうとう死んでしまいましたよ。小吉は兵士の顔を見ると、いそいそ飛んできて、 聞かないことまでも説明してくれます。その言葉によると、今朝庭の池の中に氷氷彩が上半身浸っているのを下女のおたきが見つけ、亭主の元助を呼んで一緒に引き上げると、首には浅縄が固く結びつけてあり、首に殺して池へ放り込んだことは、たった一目で分かったということです。平次とガラッパチは死体を見せてもらい、 庭も一回りしましたが、さて、何の変わったところもありません。元助を呼んでもらいたいが。ええ。小吉は飛んで行って、人相のあまり良くない武将髭の五重男を連れてきました。おめえは元助だね。そうでますよ。元助は、 平時の前へぬっと突っ立ったまま、およそ不愛想な様子を見せます。いつからこのうちにいるんだ奉公してから二十六年になるがね。平時もそう聞くと、ちょっと予想外でした。こんな人相の悪い男を二十六年も使っているのは、よくよくの事情があるか。でなければ、 この男は見かけによらぬ善人で、主に腹の底から信頼されたせいでしょう。おかみさんはあれは二十年にもなるかな。五、六年前に主がナコードで遠道移動し一緒になっただよ。そんなことをつけつけと言ってのける元助です。主が夜中庭へ出たのを知らなかったのかい 俺の寝ているのは家の向こう橋だ。知るわけはねえ。駒三郎はこれも知るめえよ。滅多に家にいることのない人間だから。そいつはどういうわけだ番頭さんはまだ若いだ。えへへ。元助はそう言って口をつぐみます。若いと言われる駒三郎さえ、もう五十の上でしょう。 あるはちょいちょい夜分に外へ出るのかいそれはわからねえ。が、雨戸を開ける音はちょくちょく聞くだ。何の用事で外へ出るんだえ <laughs> そいつは知らねえ。そう言いながら、元助の怪奇な顔が似たりと笑うのです。知らないでは済まないぜ。おめえの心当たりだけでも言ってみるがいい。 平次は大事なキーを見つけると、その微妙な感触を追って、じわじわと追求しました。金でなきゃ、女のことだんべよ。元助の言葉は、そのまま謎でした。が、追求したところで、これ以上わかるところへは行きそうもありません。感動されたせがれがあったはずだが、 あれはどこにいるんだ平次は話題を転じました。あれだよ。あの家にいるだ。旦那が横山町の棚にいなさる頃、この寺島のりょうの隣の空き家と三百両の金をつけてキュウリ切っただ。金は一年経たないうちに使ってしまったが、家は偏僻で買い手がないから、今でも自分で住んでいるだ。 いかにもありそうなことでした。平次はうなずいて、次を促します。大旦那が棚をしまってこの寮へ引っ込むと、感動したせがれの面見たくないと言って、境へ頑固な生きがけを言わせ、三年越し口も聞いたことのない中だ。こんな反りの合わない親子を、ほら見たこともね。元助はそんなことまで言うのです。 表氷祭の量の立派さに似ず、感動したせがれ、サタロウの家というのは、わずか二間ほどの小さいもので、仕切りの金目垣は、矢が上にもよく茂り、野良犬の通路とも見える、かなりの穴が一つある他には、木戸一つない、陰謀なものでした。三。 万刀の駒三郎は、係り同心、うるし平馬の手で厳重に調べられました。が、ゆうべは一晩、内々小梅に囲っているおためという女のところに、酔いから朝までいたことが分かって、これは無事に返されました。隣に住んでいるせがれの佐太郎も、親父との仲があんまり悪かったので、 一応は調べられたのですが、これは工場のことで品川へ行って一晩留守。家には、暮れから十秒で寝ている女房のお松と、六つになる孫の春吉のたった二人だけ寂しく留守をしていたとわかって、これも疑いの県外へ逸れてしまいます。残るのは奉公人の本助とお滝の夫婦者だけ。 これも二十年間無事に奉公した人間ですから、人相が悪いとか、蓄えが多すぎるとかでは、衆殺しの疑いをかけるわけにいきません。すると下手人は外から入ったことになるわけですが、家の外から庭へ入るのは、内木戸が厳重で容易でなかったのと。わざわざ庭へ呼び出して、首に縄をつけて池に放り込まれるまで、 表表祭が音も立てなかったということは、どう考えても少し手にお葉が合わなくなります。その晩、いざ神田へ引き上げようというとき。八、こいつは少し変じゃないか平次はいきなりこんなことを言うのです。何が変で、親分。表表祭は金があって、 曲がりなりにも雑敗でもやる風流人だ。どう間違っても自害する気遣いはないと思ったのが、少し怪しくなってきたよ。すると、あれが自殺だと言うんですかい親分。これはガラッパチの方がよっぽど驚きます。人間は自分の首を絞めて死んでしまってから、池け上半身を突っ込むなんて器用なことができるはずもありません。 一応人手にかかって死んだように見えるが、外からへって殺した様子はなく、一番怪しい駒三郎は留守だったんだから、疑えば元助夫婦だけだ。その元助夫婦が、主の死んだのも知らず、自分の罪を隠す何の細工もせず、朝までぐっすり寝ていたのは変じゃないか。なるほどね。疑いを駒三郎か元助に持っていくようにできているが、 俺はどうも、底辺な細工があるんじゃないかと思う。ガラッパチは、親分の考えを図り兼ねて、長い顎を天に中させます。浅縄の新しいのは、水へつけるとギュッと縮むだろう。氷さんが自分の首を締めて、いきなり池へ逆さまに飛び込んだとしたらどうなると思うええ。 浅縄はぎゅっと縮んで喉へ食い込むから。水膨れになった死骸は、人に締め殺されて、水に放り込まれたようになるだろうと思うが。驚いたね、親分。その証拠は、池のあたりは柔らかい土だが、踏み荒らした跡は一つもない。明日は一つ、池をさらってみよう。平治の考えは、不思議なコースをたどって、 先から先へと発展している様子です。親分の言い草じゃねえが、金があって風流人だった氷彰祭が、何が気に入らなくて死ぬ気なんかになったでしょう。ガラッパチは新しい問題を出しました。そいつは俺にもわからねえが、酒の好きな者が何か訳があって酒をやすと、急に死にたくなるんじゃあるまいか。 そんなことがあった日にゃ、酒も滅多に立たれねえ。氷ん供養までやって、いよいよ酒をよしたという晩、ふらふらと死ぬ気になったのは、そんなことじゃないかな。これも、しかし兵士の想像に過ぎません。ガラッパチの八五郎は、それを後ろに聞いて、お勝手から氷氷祭の部屋を探しておりますが。おいば 恐れいったさすがは見通しだ何やらわめき散らしながらやってきます。何を騒ぐんだ、ハチ。ひょうひょう祭の今の押し入れに、飲みかけの貧乏どっくりが一本、チョクが一つ隠してありますぜ。どれどれ手に取って嗅いでみると、ジョクにはまだ酒の匂いが残って、一生入りのとっくりは、 半分ほど空になっております。こいつを知らなかったのかいガラッパチは、貧乏どっくりを刺して、うろうろしている下所のお滝に尋ねました。一向知りませんよ。旦那はお酒の吟味がやかましくて、剣菱を樽で取って飲んでいましたから、酒屋のどっくりなんか、うちへ入るわけはありません。 醜い四重女のお滝は、恐る恐る明かりの中へ顔を突き出します。その樽はどうしたんだと平時。昨日、氷炭供養に持ち出して、残った酒をみんな使いかけてしまったようです。それを聞くと、ガラッパチは下なめずりをしました。もったいなくてたまらない様子です。それで、 この世の思い出の晩酌の分をそっと隠しておいたんだろう。なるほどね。八、てめえは酒の目利きは自慢だったな。それほどでもねえな。そのとっくりに残ったのを舐めてみてくれ。顕美しか地酒か、それがわかりゃいい。それくらいのことならわかりますよ。ガラッパチはとっくりの酒を一口。常務らしく、 喉をごくりと鳴らしました。どうだ、ハチ。これはいい。地酒なもんですか。剣士ですよ。こんなのは滅多にコチトラの口へ減らない。ガラッパチはもっと欲しそうに、ピタピタと舌を鳴らします。やはり死ぬ気だったんだね。本当に酒をよすきで氷炭食いをしたんなら、たった一生だけ。 貧乏どっくりに顕微子を残しておくはずはない。夜中に急に飲みたくなれば、おたきを酒屋までひとっ走りさせて、まずい酒でも何でも買わせるだろう。平治の推理は、事件を次第に怪奇な。が、犯罪性のないものにしていきます。自殺と決まったら長いは無用だ。引き上げましょうか、親分。待ってくれ。 もう一つ、この手紙は誰が書いたか。元助と総長に目聞きしてもらおう。平次は、表表祭は人に殺されたに違いないと、石原のリのところへ投げ込んだ無名の手紙を取り出して、梅野のや小吉と元助に見せました。見たこともありませんよ、親分。脳室で聞こえた小吉は、 ミミズのもたくったようなのを見て苦笑します。元助はへ、<laughs> オラにはわかりませんや。元助はニヤリニヤリとしております。自分の無質を恥じての照れ隠しでしょう。上手な筆跡をわざと下手に見せたんじゃあるまいね。平次は正吉に尋ねました。そんなことはありませんよ。 下手は上手の真似ができないように、上手は下手の真似はできないものです。字の呼吸や軸張りを知っていると、左手で書いても、口で書いても、なんとなくうまさの出るものです。正吉の言うのは最もでした。死んだ表彰祭の字は、あんまり上手じゃありませんが、こんな下手じゃありません。それに、筆や墨がひどく悪いし、 たったこれだけの文句に間違った字やの違いが3、4箇所あるでしょう。雑牌でもやる人間はそんなことはしません。これで、表彰祭左兵が自殺した後で変な手紙が御用聞きのところへ届くようにしたのではないかという最もらしい疑いも成立しないことになりました。 4。明くる日、池さらいに行った平時とガラッパチは、あまりのことに行転しました。表氷祭の残した寺島の寮は、店じまいとおすすさきと壊し屋を一遍に消しかけたほどの荒しようです。門も玄関も、家の中も、柱を抜き、床を剥がし、天井も壁も、 物の影という影は手のつけないところはありません。これはどうしたことだ平次はさすがに景色ばみました。主の残した借金が少しばかりではございません。その始末をするにいたしましても、主は何の遺書もなく、あったはずの金もどこに隠してあるか、一両とまとまったものも見つかりません。 致し方がないので、支配人の私が、先代と懇意な小吉さんと相談の上、奉公人の元助夫婦立ち会いの上、家中を探してみました。番頭の駒三郎は、悪びれた色もなく、こんなことを言っているのです。身内親類の者に相談してはどうだ。平次は唾でも吐きかけたい心持ちでした。 あまりにも見えすいたい言い訳です。お気の毒なことに、ご主人には身寄りも親類もございません。せがれの佐太郎は隣に住んでいるではないか。あれは身持ちが悪いから、末始終親の首に縄をつけかねない奴だとおっしゃって、七年前にキュウリ切って人別まで抜きました。隣に住んでいても、口を聞いたこともございません。 主が亡くなったからといって、あの方を引き入れては、支配人の私が愛すみません。小三郎の言い分は、一応最っもですが、平時には、その冷たさが、何としても気に入らなかったのです。そう言ったもんかな。大棚の支配人のものの考えようというものは。が、これから、名主か五人組の立ち合いの上でなきゃ、 勝手な真似は良した方がいいぜ。つまらねえ疑いを受けることになるから。ええ。誉三郎も証拠となしに承服しました。で、金があったのかい横山町のお棚を畳んだ時、五千両は残したはずですが、家の中を見ると、たった一両もございません。皮肉だなあ ガラッパチはひょいと口を出して、平時に睨まれました。それほど念入りに探したのに、どうして池の水を干してみなかったんだ。親分さんが、昨夜、池は明日さらってみるとおっしゃったものですから。小三郎にもそれくらいの遠慮はあったのでしょう。一定当座の払いというのはいくらあるんだ。これだけでございます。 コマサブロの出した書き付けを見ると、具にもつかぬ書払いがざっと十二三両。それも、出入りの人足の手間や、酒や米屋の払いなど勘定してあるのです。これが万両無限の表彰祭の残した借金会。ええ。辞書や加速もうんとあるということだ。こんな無法なことをしなくったって、書払いの格好はつくだろう。 庭石一つ、掛物一本を売っても十二三両の始末はつくじゃないか。ええ。小三郎はまさに一言もありません。下男の元助は醜い顔をひん曲げて、それ見たことかと言いたい様子です。そんなことをしているうちに、ガラッパチは小さい水門を抜いて池の水を干しました。 深さ三四弱、たった五六坪ほどの池は、みるみる綺麗に水を抜かれて、よく手の届いた底を見せます。何にもない。ガラッパチは少し物足りない様子でした。のけはなくていい。どれ平次は駒三郎を追いやって、池を念入りに覗いてみました。 よもぎも勝負も目を拭かない池は、岸の草まで冬枯れのままで、何の変哲もなく底をさらしているのです。おや平次は岸の泥の中から変なものを抜き出しました。子供のおもちゃじゃありませんか親分。笛だよ。泥をふくと、 赤い段だだらの横縞を描いたおもちゃの竹笛で、まだ少しも傷んでいないところを見ると、昨今池の水際の泥に突き刺したものでしょう。誰んでしょうガラッパチは眉を潜めました。こいつはとんだいものかもしれない。黙っているんだよ。ええ。平次は八五郎に口止めをして、 竹笛をそっとたもとに入れました。さあ、わからねえ。何もかも半ものだ。ガラッパチはいまいましそうに大下打ちをしました。俺にはだんだんわかってくるような気がするよ。平次は何か他のことを考えている様子です。でいちにわからねえのは、死ぬ覚悟をした人間が、 なんだって氷炭供養なんて手数のかかることをしたんだろう。何十年の間デージにしてきた三十六の氷炭を自分と一緒にこの世から糸満を言わさせたかったのさ。酒好きの考えそうなことだよ。へえ、そんなもんかなあ俺なんか酒は嫌いじゃねえが、まだ氷炭と心中する気になったことはねえ。マスの隅からばかり飲むからだよ。ちげえねえ。 八五郎は手のひらで額を叩きました。まさに一言もない体です。そこで一つ、駒三郎か元助に、これだけのことを聞いてきてくれ。氷氷祭は、たんを供養するのに、無傷のまま埋めたか、それとも後で掘り出して使わないように、いちいち割るか切るかしたか。え。それから、まだある。 ひょうたんを土手下まで持っていくのに、人手を借りたか借りないか。それだけですか親分。まあ、そんなことでいい。ガラッパチは飛んでいきました。五。明くる日の朝。てえ、親分 鉄砲玉のように飛んできたのがガラッパチです。はあ、虫の毒だぜ。てめえと付き合っていると、落ち着いて飯も食っちゃいられねえ。平次は文句を言いながらも、大した嫌な顔もせずに、この早耳の天才を迎えました。落ち着いて飯なんか食っていられねえ。底辺なんだ、親分。いつもの底辺とは少し底辺が違うようだね。 どうしたんだい言って。駒三郎が殺されましたぜ、親分。何場所は、向島の土手下。氷炭塚を掘り荒らした命だ。本当か、それは、ハ本当も嘘もねえ。大変な騒ぎだ。よし。銭形平次は、箸を放り出すと、羽織を引っ掛けて、じってを懐にねじ込みざま。 ガラッパチと一緒に飛び出します。まあ,あ。良き女房のおしずは、あっけに取られて、その後ろ姿、朝の春光の中に消えゆく二人を見送りました。御用のことというと、まるで火のついたネズミ花火のように飛び出す夫の平次が少し恨めしかったのです。一方、 平次とガラッパチは、向島まで駆けていく道々、さっきの会話を続けました。てめえ、ひょうたんのことを誰に聞いたんだ割って埋めたか、無傷のまま埋めたかという、あの一件を平次は指すのでしょう。駒三郎に聞きましたよ。すると駒三郎は、主は誰かに掘り出して使われると嫌だからと言って、 わざわざ職人を呼んで36の氷帆をいちいち横真っ二つに引き割らせ、それを自分で合わせて紐で縛って埋めましたよと言いながら何か変な顔をしていましたよ。それから、氷帆を運んだ話も一つ一つ自分で運ばなくったっていいわけですが、あの通りの気風で何でも自分でしなきゃ気に入らないんで、そんなことを言ったのも駒三郎です。ガラッパチは、 昨日の報告をもう一度繰り返しました。しまったよ、八チ。コマサブロはそれを聞かれたんで、死ぬようなことになったんだ。平次は思いもよらぬことを言います。それは、どういうわけで、親分。わかるじゃないか。三十六の氷炭に五千両の小判を隠したと気がついたんだ。えヒ<っ>ョの口からは小判は減らない。 ひょうたんに隠すなら、横に割るより他に工夫はない。俺はそれを聞きたかったんだ。それでひょう祭が死ぬ命の日に氷ょ供養をしたわけもよくわかる。そいつは本当ですか、親んガラッパチは兵士の袖を押さえました。五千両の小判というと、大商人の大信代です。それを大小三十六の氷ょに隠すというのは、 何ということでしょう。コマサブロウは癖者だ。五千両の金を探しあぐんでいるところへ、そのことを聞いてハッと気がついた。多分、夜になるのを待ちかねて行ったんだろう。寮から土手の氷炭塚は三十軒とも離れちゃいない。塚を掘って氷炭を取り出したところを、出し抜いた仲間の悪者に見つかり、その場を去らず殺されたんだろう。なるほどね。 まるで見ていたようだ。そんなことを言っているうちに、足の速い二人、私船を飛び出して、寺島へついておりました。土手下の氷炭塚のあたりは真っ黒な人だかり。リスケの子分が二三人、声を枯らしてそれを追っ払っております。銭形の親分利ン。リスケの子分たちも、 かかり合いできている梅雨のや小吉もほっとした様子です。人が気を分けて飛び込んだ平時も、自分の予想と寸分たがわぬ現場の様子に、物をも言わずに立ちすくみました。それは実に恐ろしい暗号です。氷炭塚は無残に掘り荒らされて、中から取り出した氷炭は、一つ一つ、 合わせた紐を切って割られ砕かれ、その氷炭の殻と泥の中に、脳天をくるみのように叩き割られた駒三郎は、明けにそんで倒れていたのです。ほやぶん、こいつは誰の仕業でしょう梅雨のや小吉は恐る恐る顔を出しました。恐ろしい力のある野郎だ。 平次はそう言って、駒三郎の脳天を叩き割った、泥と血潮だらけなクワを指さしました。後ろへ忍び寄って自分の使っているクワで撃たれるのを知らずにいたでしょうかガラッパチはさすがに急所に気がつきます。夜更けなら知らずにいるはずはない。多分仲間だろう。仲間だが、お気の毒なことに。 小判は氷炭の中になかった。どうしてそんなことがわかるんです親分。割った氷炭はたった五つだ。あと三十一は紐で縛ったままになっている。持ち上げるか振ってみるかして、みんな空っぽなんで諦めていったんだろう。人間一人を無駄に殺したわけで。小三郎も殺されるようなことをしていたんだろう。それにしても、 嫌なことだな。平次はひどく不機嫌です。その時、小梅の方から飛んできた女が一人。小三郎さんが殺されたんですってそんなことが本当にあるんでしょうか取り乱した風で氷炭塚へ来ると、小三郎の死体を一目、わっと取りすがりました。俺を取るだ。と平次。 おためですよ。ガラッパチは囁きました。おためはあたり構わぬ大集団で。お前さん、なんてことだろうね。いつも命を狙っているものがあるって口癖に言ってたけれど、まさかこんなになろうとはねきっと仇は撃ってやるから、一言、たった一言言っておくれ。やっぱりあの三太郎会。 自分が感動されたのをお前のせいにしていたそうだから。ねえ、ゴマさん。ねえ。三端たる死体をゆすぶりゆすぶりの大苦絶です。六。おための嘆きを聞き捨てて、平次とガラッパチは、寮の裏へ大回りにサタロウの家へ行きました。 あれは、親分目の速いガラッパチが指さしたのは、朝日を赤々と受けて、昨夜から星忘れたらしい斑点が一枚、裏の物干し竿に引っ掛けてあったのです。近寄ってみると、胸のあたりへなすりつけられた血潮と泥。平次は黙って目を見張りました。ね 親分、これだけで証拠は沢山でしょう。サタロウのやつをしょっぴいていきましょうか。ガラッパチは囁きます。証拠はこれ一つで沢山だ。サタロウは下手人じゃないよ。平治の言葉は予想外でした。親分、不足らしい顔をするなよ。俺もおための言うのを聞いて。 てっきり下手人は悟ろうと思い込んだが、ここへ来てみると気が変わった。ええ。どこの世界に血のついた反転をこれを見てくださいと言わぬばかりに天童様の下に晒しておく下手人があるんだ。それに、あれは昨夜取り込み忘れた洗濯物で、まだ洗って手を通していないよ。あんなに袖なんか突っ張っているじゃないか。洗濯物を胸に当てて人を殺す奴もないだろう。 まだある。下手人の着物なら血が渋いでいるはずだ。あれだけひどく殴ったんだもの。ところが、あれは血を拭いたんだぜ。平治の言葉は星を刺すようです。なるほどなあ。恐れ入った。さすがは銭型の親分。おだてちゃいけない。二人は首筋を返そうとしました。 銭形型の親分。不意に後ろから呼ぶものがあります。振り返ってみると、三十二三の小粋な男が、天戸の陰か,から丁寧に挨拶しているのです。おめえはサタロウでございます。今のお話はよそながら聞いてしまいました。ありがとうございます。親分さん方が、 そんなお心持ちとは知らずに、ふてくされて知ってることも申し上げず、親父が死んでも顔を出さずにおりました。佐太郎は火の中へ顔を出すと、頬を濡らして泣いていたのです。おめえは低た悪人でもないようだ。なんだって感動されたり、奉公人にまで遠慮しなきゃならないんだ。平次は濡れ縁に腰をかけました。 感動されたのは、これと一緒になったのがきっかけで。佐太郎は後ろを振り返ります。枕屏風の陰には、長わずらいの女房を待つが、形ばかりの夜のものを着て、青白い顔を覗かせているのです。それはどうも腑に落ちないよ。お神様は商売人上がりというわけでもなかったそうだな あんなに親父が腹を立てるとは、私も知りません。つい一緒になってしまうと、火のついたような怒りようで。この家と三百両の金をもらって、七年前にキュウリ切られました。それからは、飲む鬱で。父親が、おめえをそばへ置きたくないことでもあったんじゃないのかな。そんなことがあったかもしれません。何か変わったことに気がつかなかったのか。 そういえば、駒三郎は老いでもいとこでも何でもないのに、世間へは親父の老いと触れ込んで、棚のことを一切取り仕切っておりました。それから、元助も奉公人のくせに恐ろしく贅沢で、親父にせびることばかり考えていたようでございます。佐太郎の話には何か深い思才がありそうですが、平時の勘でもこればかりはわかりません。 おめえはどこで育ったんだ遠州ですよ。里にやられて十二三まで育った頃、江戸から迎えが来て引き取られたのが、今の親父の横山町の棚です。小松風呂岡元助を子供の時見た覚えはないのかな少しも覚えがありません。江戸へ来て初めて見た顔です。もっとも、梅雨の屋小吉という男には見覚えがあります。 あれは左の耳にコブがあったはずですが、いつの間にやらそれはなくなっていました。二十七八年も前に浜松で見た顔です。そいつは何かの役に立つだろう。しかし、佐太郎から探れる話はそれっきりでした。立ち上がって帰ろうとすると、ちょこちょこと飛んで出たのは、六つばかりの男の子。 小柄で色白で、男人形のように可愛らしいのが、大した人見知りもせずに、平時と柄っチの前に立ってニコニコしております。これはおめえさんとこの総領会。春吉と言いますよ。まだ六つになったばかりで。こんな可愛い孫があるのに、ひょひょ祭のおじいさんも、ろくに顔も見ずに死んだんだろう。気の毒な。 思わずそんなことを言う平次。佐太郎はさすがに顔を背けました。屏風の陰では鼻をすする音が。おやガラッパチはつと足元を見ました。気の利いた懐タバコ入れが一つそこへ落ちていたのです。こいつはおめえのかい平次はそれを拾って佐太郎に見せました。 とんでもない、そんな洒落たものを持てる身分じゃございません。こいつはとんだいいものが手に入ったよ。平次はそれを懐に入れて立ち去りました。七。その足で、平次は遠州浜松の上主七万石。 松平文語の神の神屋敷に飛んで行き、おるすいの役人から何やら聞き出しました。今日の仕事は少し大きいが、合点か、八。門を出ると、いつになく生きり立っております。どんなことをやらかしゃいいんでまあ、来てみればいい。二人はもう一度向こう島へ。 もう日は暮れかけております。氷氷祭の残した寮へ行くと、平次はいきなり下男の元助を捕まえたのです。御用何をするんだ縛られる覚えはねえ黙れ今から二十八年目、浜松の城下で御用金三千両を盗んだ大泥棒の片割れ。てめえは般若の元吉だろう八、そいつを縛ってしまえ あ乱闘は一瞬にして終わりました。元助の元吉は、八五郎に組み伏せられて、キリキリ縛り上げられます。もう一人いるんだ。そいつは番屋へ預けて、一緒に来い。平時とガラッパチは、引き返して中野郷へ飛びました。梅雨のや小吉の家へ、裏表から入ると、 ああ、これは銭形の親分。ちょうどお茶が入ったところだ。まず一服。などというのを。ご用だぞ、演習の翔太、神妙にせい。平時の実手は、ピシリとその肩を打ったのです。ああ、俺はそんなものじゃない。この梅野や小吉は、縛られるような悪事を働いたことはない。黙らないか。 二十八年目、三千両の御用金を盗んだ四人組の一人。その左の耳のコブを取った傷跡が何より証拠。浜松様のお屋敷に聞き合わせての上だ。間違いはない。嘘だ嘘だその上、五千両の金を探して、駒三郎まで殺したはずだ。神妙にせい違う違う。あれは元助の仕業だ。いや、元助じゃない。佐太郎に罪を着せるつもりで再婚したのは、 てめえの悪知恵だ。その証拠は、この懐タバコ入れが物を言うぞ。インデンのカマスに銀ギ,ギセル。こいつはゲナンの持つ品じゃねえ。へえ、こうなれば頭巾を脱いでやろう。いかにも、俺は演習の正太。安岡ッぷきに縛られるような三下じゃねえ。何をここでも乱闘は瞬時に片付きます。 二十八年前の巨頭は口ほどにもなく、平時やッっチの敵ではなかったのです。二人を縛って番屋に並べ、証拠を揃えてピシピシ平時は締め上げました。こうなると、もう嘘も隠しもありません。今から二十八年前の旧悪、表氷祭左兵と、 小間三郎と小吉と元助の四人が、浜松の御用金三千両を盗んで高飛びし、四人で均等に分配して、別れ別れで制業につくはずでしたが、本当に制業に就いたのは、後の表彰祭こと左兵たった一人で、あと三人は、半年経たないうちに使い果たし、二三年後には、 横山町で大商人になっていた左兵のところへ転げ込んで、散々嫌がらせの限りを尽くしながら食い下がっていたのでした。詳細のある駒三郎は、老いと名乗って番頭になり、人相の良くない元助は下男に、文筆のある小吉は、わがまま者で友達ということになりましたが、二十六年間、 三人の絞った額は容易なものではありません。左兵は商い上では申し分なく成功しましたが、この旧悪がいつ露見するかもしれないのを恐れて、せがれ佐太郎を何癖つけて感動し、寺島の寮の隣に住まわせましたが、三人の悪人に見張られて、表向きの交通もなりがたく、散々絞られ脅かされた挙句、 とうとう自殺をして、この旧悪の責めくから逃れる工夫をしたのでした。自殺を他殺と見せたのは、駒三郎や小吉や元助に対する嫌がらせで、氷坦供養は五千両の金の隠し場所をカムフラージュするシャレでしょうが、それにしても本物の五千両は一体どこに隠してあるのでしょう。 二人の悪人を下っ引きに守らせて奉行所に送らせた後、平次はガラッパチと二人、小判探しで荒らされ抜いた寮の縁側に腰をかけ、湿っぽいような春の月に照らされて、いつまでもいつまでも考えておりました。八、考えてみろ。五千両という低金だ。この寮のどこかに隠してあるに違いない。 それを探さなきゃ、この仕事は仕上がったとは言えねえよ。五千両は大きいね、親分。五千両大福餅を買ったら、どんなことになるだろう八五郎は相変わらずこんなことを言うのです。馬鹿野郎。大福餅を五千両食う奴があるもんか。一種の家賃を先払いにしたら、何年気楽に住めるだろう。はきれた野郎だ。 てめえの言うことは、いちいち子供じみているよ。子供とい,いや、いつかこの池で見つけたおもちゃの笛だが、こいつがどうも一役買っているような気がしてならねえ。そいつをピーと吹くと、親分も子供付き合いができるというもんさ。その気で一つ吹いてみるか。平次はそう言いながら、竹笛を口に当てて、二つ三つピーピーと吹いてみました。 こいつはよっぴて吹いたって浮かれる気遣いはない。が、とんだ愛嬌があっていいね。<laughs> 二人は声を合わせて笑いました。どこからともなく、おぼろを染めるような梅の匂い。おや八五郎は早くも気がついて、池の後ろを指さしました。頑丈な金目垣。その一箇所に、 野良犬のくぐる通路が一つあることは、平治も早くから目をつけておりましたが、その穴をガサガサとくぐって、小さいものがひょいとこっちの庭へ飛び込んできたのです。おや、春吉じゃないか。佐太郎の一粒だね。死んだひょうひょう祭の孫にあたる、あの可愛らしい男の子が、何の恐れげもなく、 縁側に並んで駆けている二人の前へ歩いてくるではありませんか。小判をくれよ。驚き呆れる兵士の前へ、春吉は小さい手を出しました。振り仰いだ顔の可愛らしさ。兵士はしばらくあっけに取られていましたが、やがて何やら飲み込んだ様子で、懐から小粒を二つみつ取り出して、 春吉の手の上に乗せてやりました。悲しいことに、銭形平時の懐に小判などが入っているのは、一年に幾度もないことだったのです。また来るよ春吉はギラギラする小粒を、しばらくは気厳そうに眺めておりましたが、それでも小判の仲間と思ったか、スタスタと金目書きに引っ返すと、 元の穴をくぐって自分の家の方へ行きます。八、あれをどこへ持って行くか見張っているんだよ。心得た囁く二人。子供はそんなことに構わず、気軽に歩いてお勝手の前の井戸のそばへ行くと、用心のためにしてある厳重な蓋の隙間からポトリと中へ放り込んだのです。閉めた。 これで五千両の行方が分かった。平次とガラッパチは表から飛び出すと、大回りに回ってサタロウの家へ飛び込みました。平次はその晩、下屋の松平文語の神神屋敷へもう一度行って、留守居の役人に会い、二十八年前に盗まれた 御用金の三千両を、左兵のせがれの名で返しました。その上、翔太元吉、二人の悪人を召し取ったことを報告して、死んだ左兵の遺族には、かかり合いなしということにしてもらいました。こんなせいせいしたことはないな、八。もう夜半過ぎの町を、神田の自分の家へ、 二人は軽い心持ちで急ぎました。井戸の中から小判が出た時は驚いたぜとガラッパチ。それより俺は竹笛を吹いて子供の出てきた時の方が驚いたよ。ひょうひょうはあの笛を吹いて人知れず孫に会い、悪人に狙われている五千両の金を隠させて死ぬ支度をしたんだね。 平次はなんとなくほろりとした心持ちです。でも、あれでサ太郎も助かったわけだね、親分。乳房の養生もできるだろうし、二千両ありゃ、そんなことは言わない方がいい。みんな忘れてしまうことさ。ところで、たった一つわからねえことがあるんだが、お品さんが持ってきた手紙は、ありゃ誰が書いたんでしょう。わかってるじゃないか。 サタロウさん、隣の家で親父が死んだと聞いて、なんかあんな手紙を書きたくなったのさ。おや、もう家だよ。姉子が待っているぜ。その時、女房のおしずは、根もやらず、二人の足音の近づくのを待っているのでした。